阪神ジャンプステークスと初風ステークスケフェウスステークス巻きウマトーク <laughs> 今回の馬マトークは9月の18日土曜日今日ですが阪神ジャンプステーク J の G3 芝 3300m の障害で初風ステークス中山のメインレーススタートの 1200m ケフェウスステークスの中京芝 2000m でいきますいきましょうか では、阪神ジャンプステークスの J の G3 から、土曜日ですからね、今日はサクッといきます。中京競馬場芝3300メートルの障害、実績と阪神ジャンプステークス予想いきましょう。まずは前走新潟ジャンプステークス3着だった、もともと森さんが乗ってたホイアベルディープインパクト3区の白浜ジョッキ、全8003勝、馬券内5回です。左回りで5003回馬券内来てます。 で去年の新潟ジャンプステークス G3 優勝して今年は3着だったと。まあ、いつ走るかちょっとわからないですけどね、このままね。前回の三ツジョッキーの引退レースで G2 優勝したマーニーですね。全9戦3勝、馬券内4回。左回り6戦4回馬券内で。中京が2戦して2連隊ですから。そのうちの一つが三ツジョッキーの引退レースでの G2 制覇と。 これは受け継いだ西谷さん、前に行けばチャンスかもしれないですね。で、次は里のファイター、金亀三区の黒岩ジョッキー。全障害は2戦2勝です。2戦目でオープン優勝してますからね。で、平場のダートも左回りだけで2勝してる。新潟中京と。あ中京はね、これ、障害は初めてですけど、無敗ですから、面白いですね。で、サブロール、ハービンジャー三区の伊ガラシジョッキー。全4戦2勝、馬券内3回です。 障害4戦すべて左回り走ってきたと。中京一勝してますからね。で、平場の芝で5勝。G3 も4着2回来てますし、オープン2着実績ですから。まあ、最終コーナー回っていいとこ入れたら突き抜けんじゃないで、マイネルプロンプトですね。祭りだご保区の男前森一磨騎手ですね。全23戦5勝。馬券内13回ですね。左回りは5戦1勝。 で中山の障害 G1 を3着2回ありますし、左回りの東京 G3、2着実績ありますから、七、うん、取れないですよね、この馬もね。で、トゥルボ、前回単勝を取りました。ありがとうございます。オルフェーブルサンクの石上ョキ全5戦3勝、障害これも2戦目でオープン優勝しまして、4戦目の左回りで新潟ジャンプ、前回優勝して美味しかった。 で、中京で1勝してて、左回りも3回走って2回来てますからね。いやー、ノースヒルズ、これは強いですよ。では、阪神ジャンプステークスの予想いきましょう。本命は4番。やはり平場の実績が強いサーブロールを本命にしました。で、対抗には8番。これも直線強かった。トゥルボ、ノースヒルズでいきます。で、ターンアナ5番。2002勝、里のファイター2。レンアナ3番、ポイヤーベル。 で、タスキングマークは7番、ハルキストンでいきますね。まあ、穴には1番、まあに。あ,あ、逃げ残ったら面白いね。で、爆穴は10番。やはり実績がものを言うかもしれない。森和馬さんのマイネルプロンプトでいきます。では、そのまま中京のメインレースいきましょう。芝2000メートルのケフェウスステークスですね。実績とケフェウスステークス予想いきましょう。まずはオルフェーブル3区のラーゴムから。 池添ジョッキーです、ね、全7000人賞、馬券内4回です。中京は10001勝。で、中京の2000メートルの G3、木更木賞を優勝してますから、人気出るでしょうね。で、税金入れたら6億円超えるアドマイヤビールゴですね、まだだいぶ回収してませんが、ディープインパクト3区のタケイとかジョッキー、全8004勝。左回りは30001勝です。中京20001勝。 で中京の2200メートルリステッド優勝してますしね。急に走ると走ったら切れ味抜群なんですが、いつ走るんでしょうか。で、次はウィン・イクシード、マンハッタンカフェ・サンクの和田ジョッキー。全32戦4勝です。馬ケ内19回。左回りは8戦して2着が3回あります。で、中山は金牌の G33 着と。で、中山記念 G23 着 非常に中山に相性いいですが、今回中京ですからね。左回り買ったことないですから。で、3連勝中の新た。金亀3区の王のジョッキ。全11戦4勝、馬券内5回です。中京は一戦して2着1回来てます。相性悪くないですね。で、ダーと挑戦して、もう島に戻ってきて4戦4連隊の3連勝中です。この勢いをもう新たな境地行くんじゃないかと。 で次はウィン・マイティですね。ゴールドシップ3区の岩田の息子さんですね。全12戦3勝。馬券内5回です。で、左回り2戦して3着1回の3着は G1 ダービーが3着でした。で、中距離の2000メートルの G3 はもう14着。大敗してますから。どうでしょう。ここも中距離2000メートルですからね。で、フランツ、ディープインパクト3区の松若風馬さん。 全20戦4勝。馬券内9回来てます。半分ぐらい。で、左回りは9回走って3連体と。で、去年のケフェウスステークスの2着はですね。2000メートルのオープンに関しても、このフランスは7戦して馬券内3回来てますから。まあ、来てもおかしくない。では、ケフェウスステークスのマルチ30点の予想でいきたいと思います。本命は僕は湘南バルディでいきます。で、対抗に洗った。 で、ターナにはウィン・イクシードですね。突っ込んでくるかもしれない。で、ラーゴム。ウィン・マイティと言って、タツキングマークはフランスですね、やはり。で、アナはアドマイア・ビルゴ。6億円。回収せな。で、バ穴クアナにはミス・マンマ,マ・ミーの3着でしたね。左回りやったら一変するかも。レクスランスでいきたいと思います。では、最後に、初風ステークス。中山のダート1200メートル。メインレースですね。実績とタツキング予想いきます。 まずはヒルノサルバドールですね。ステゴ3区の横山ジョッキー。38戦3勝。まあ、ほぼほぼ3勝場ですけどね。馬券内19回ですね。3勝すべて右回りだぞと。で、右回りのダート1200メートルに関しては2002回馬券内ですから。これは侮れないですよ。で、クイーンズビービー。オナーコード3区の石橋ジョッキーですね。11戦3勝。馬券内は5回。 右回りのダートは5 0 2勝。中山は初めて。で、ダートの1200メートル。中京で最近2002回馬券内来てるぞと。右回りはどうだと。で、中山はどうなるかと。まあでも実力はありますからね。で、ロイヤルバローズ。18戦3勝。馬券内19回のオルフェーブル3区。3勝すべて右回り。中山の1200メートル。ダートは3 0 2勝です。 でも、王の騎手で3連隊してて、今回、三浦ジョッキー。うーん、まあ、でも強いと思いますよ、これ。で、ラフィン・クローンド、フィガロサンクの原祐介ジョッキー、16戦2勝です。負けな内7回来てますが、右回りは8戦して7回連隊してると。で、最近6戦して6連隊の得意の中山のダート1200戻りですから、これは爆穴ですよ。 で次はガンケン、ヘニー・ヒューズ・サンクの柴田・ジョッキ、27戦3勝です。馬券内十14回、半分超えてる。で右回りは18戦11回馬券。内。中山のダート四4三3回馬券内。一1回叩いてきて、1回叩いてきてと、丸×ですから、今回丸じゃないかと。で次、お主何者、カレン・ブラック・ヒルさん。 藤原関市15戦3勝の馬券内8回です。で、9戦して右回りで全部3勝してると。で、中山は初めてですが、中3周ってのがいいと。で、不良馬場、台風来てますから、不良馬場なら、なおさらいい2連隊の実績があるぞと。では最後に初風ステークス。マルチ36点予想でいきます。本命は10番、ロイヤルバローズでいきます。で、対抗に6番、ベイビーボス。ターナーは15番。 ゴッドバンブルビーでいこうかなと。で13番、ガンケンとクイーンズビビ、まあ。ガンケン保証ですからね、これ。で、タツキンマークは1番のヒルノサルバドール。で、穴はやはりラフィンクロンズですよ。これは相性いいですからね。で、爆穴、5番のサンマルベストでいきます。まあ、参考までに。まあ、サクッとやってまいりました。この土曜競馬3レース、いかがだったでしょうか。 まあ参考にしてみてください。まあ、今日の夜は馬トークライブ、馬ライブの馬ミーティングやってると思いますね。まあ、よかったら遊びに来てください。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。バイバーイ。